終わったら1から見てみたいな。だからこの回も多分3回目とかなんですよ多分見るの。いつ出たかな、最近出たやつなんですけど、本当にずっと見てるんで、もう本当高尾さんにも「マジ何回見てんの?」みたいなって言われるぐらい、もう「はあ、こんな10代の若い子たちが頑張ってるんだから私も頑張ろう」みたいな気持ちになります。だって一番ちっちゃい子っていうか若い子14歳15歳とかで中3なんですよ。中3の子たちがこんなやってるなんてみたいな感動ですね。血が泣いてますね。もう本当にめっちゃ泣くんでアメリカ。だって中3とか高1ですよこれ。もう一本なくしちゃったんですけど早くも。地名覚えてないんですけど、あのラプンツェルの舞台になった町があるんですよ。マスカラは命ですね。怖いもの知らずだし、がっかりしてもなんか大丈夫みたいな感じなので、もう性格がリスペクトですね。もうラプンツェル素晴らしい。なんかウォルト・ディズニーの言葉でなんかイメージすることができればそれは実現できるっていう言葉があるんですけど、それ私一番大好きな言葉っていうか、イメージをすることができれば夢は叶うみたいな、また頭の中で自分がそれをやってることを想像できればもう叶うみたいな感じだから、常にやりたいことがあったらもう頭の中にイメージして、なんか自分がそれをやってるイメージして、私やってるわみたいな頭の中で自分でやりたいことを思った時に、まずなんか自分の中でいやでもできないわって、なんか第一声が大体みんなそうなんですよ。なんかこれやりたいことあるんだよねとかっていうの聞いて、いいじゃんやればいいのにみたいになるけど、でも実際みんないやでも実際さ今やめたらさみたいな、なんか不安って言うんですかね、なんか自分を否定する言葉を最初に言っちゃうのが、まあ、大体普通だと思うんですけど、でもウォルト・ディズニーは多分もうやりたいってイメージができたらそれは叶うよってもうずっと言ってる人なので、なのでそれを言うと、いやまたなんかもう大人になるとそうはいかないんだよみたいな言われちゃう時もあるんですけど、大事ですね夢は叶うとか。だからもうずっとずっとディズニーですね。多分私の考え方はもうディズニーになってますね。だからなんか子供ができたら一生ディズニー映画しか見せないっていうのはもう決めてます。もう限定10名限定で講習をやったんですよ。あ、これ果たして響いてるのか何なのかと思ってたんですけど、講習の後に一人一人ミーティングがあって、なんか何人か結構泣いてて、もうなんかいやなんかみたいな、今日の講習でみたいな考え方というか、なんかその自分が本当になんかやるべきこと分かりましたみたいなとか、本当はこう思ってた自分の夢を親に伝えてみようと思いますとか、なんか結構みんな響きましたみたいな最後言ってくれて、そこでうわみたいな 4,5 時間ぐらい時間使ったんですけど、うわ伝わってたんだっていう、その初めてだったんで、ああやってちゃんと参加費を取って自分が企画したっていう講習が、でもとんでもない達成感でしたね。あの日はやっぱライブでやるのは伝わらないかなと思い、でも直接やるなら絶対伝えきりたいからってなった時に、私に多分直接伝えきることができる人数って多分10人が限界だなと思って、やるってなっても多分私後ろの列の人とかに自分が伝えられる自信がないというか、一方的に話すことは多分いくらでもできるんですけど、やっぱりなんか来てくれるからにはその人の考え方というか、まあ、人生とかいろんなタイミングで、あでもこういう考え方の人がいたよなみたいな思い出してくれるぐらい、なんか響くあれを伝えたいんですよ、できればみたいな。サロンワークは減らしたくないんですけど、でもそういうもっと別の人と関わる機会を作りたいですね。どうしようかな。なんか秘密にしてたことあるんですけど、実は私本当気分屋というか、多分なんか飽きるんですよ自分の髪型に。でなんか飽きた時ってなんか変えないとマンネリ化するっていうか、日常がなんか日常マンネリを脱回するために多分私めっちゃイメチェンするんだろうなって思いますね。髪変えるともう1ヶ月ぐらいもうテンションが変わるというか、なんか仕事とかもそうだし、いろんな洋服選んだりとかも全部変わるから、多分手っ取り早いんですよね気分を入れ替えるのには。
私1ヶ月に1回模様替えするんですよ、家も。それも多分飽きるっていうか、それこそ拓さん帰ってきた時に、え、またやってんのみたいな、何みたいな。その度私袋1個分ぐらい物捨てるので、捨てるみたい。私もう断捨離人間なので。やりやすい、一番求めてる、幸せに働ける働き方でみたいな感じなので、だからそれもすごい、うわ納得と思って今働かせてもらってるんですけど、だから本当みんな違いますもん、働き方が。それ結構やりたいと思った時にやれないと、なんか熱量が落ちると、もうあ今いいやみたいになっちゃう人なんで。あ、運転手さん、はい、プレゼントです。はい、行くよ、せーの。はい。